こんにちは、ケイです。マスターからの伝言だよ。アテンションは、必ず見てあげてね。マスターは早くキュウリ食べれるようになってね。ドアを開けた夏の方、倒れてる背中に突き刺さる報道。今は街並みで知らない人が見たら気絶するかもしれない。僕が落ち着いて今日のは掃除が大変そうだと笑うと、妻はうつ伏せのまま満足そうにぐるぐると笑ってた。家に帰ると妻が必ず不審なふりをしています。明日はどんな死に方しているのか予想すら出てない。ある日は頭に矢が刺されたり、ピンクルで銃が変えたり、何個の傷に霞んでた時はどう締めようかと思った。あとかたつても抵抗大変で湯が持ち乗りを上がったり、矢が刺さったまま晩ご飯作るのは完璧してほしい。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。京都を出ると調子に乗るから出てるだけするね。結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でも泣くとかして海に見たりしたのに、本直後初めて豚を持ち、仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのは、あの頃の二人に戻りたいからか僕にはわからない。家に帰った僕を待ってる妻の演技見ることか、僕ら二人の愛の形ならばそれとそれで神だろう。家に帰ると妻が必ず死んだ